東京都立上野高等学校。東京都立上野高等学校は、東京都台東区上野公園に所在する、都立高等学校。上高の通称で呼ばれている。1924年に、関東大震災後の学校不足解消のために、旧東京市が第二東京市立中学校として開校。本校は、上野公園の端、東京芸術大学と上野動物園に接しており、 東京大学本郷キャンパスから元保健の文教地区内に位置する。立地の良さを活かし、それら近隣の文化施設への訪問を、授業や課外活動や、進路指導に取り入れている。全日制の卒業生数は2019年時点で2万2千人、定時制の卒業生数は閉館前の2002年時点で7800人を超え、各界に著名人を輩出している。 旧制中学、第二東京私立中学校時代は、第一高等学校の合格者数で、ほぼ連年全国トップ20位入り、トップ10位入りを続ける、進む学校だった。新生高等学校、東京都立上野高等学校になってからも1960年代までは、東京大学合格者を30名の40名前後、排出、浪人を含むし、トップ20位以内に入っていた。 しかしその後、学校軍制度、1967年から1981年、を嫌った学力の高い生徒が私立中高へ流出したことや、学生運動後の本校の自由な校風が進学に、不向きとして敬遠されるようになり、都立高校受験で、ほぼ全入が続き、入学者の学力低下を招いた。その結果学校軍制度が廃止された後も、同じ学校軍を組んでいた。 白鸚高校、厳しい生活指導と現役大学合格を目指す進学指導で知られいたに、比べ進学実績が低迷した。しかし低迷期にあっても芸術系大学に強いという特徴は維持した。2003年、平成15年、文部科学省により学力向上フロンティアハイスクールに指定された。続く2004年、平成16年には東京都教育委員会から、 重点支援校に指定、2011年、平成23年再指定され、1次元45分7時間授業の導入や土曜、授業の復活、教員公募制の実施や夏休みの勉強合宿が開かれている。2005年、平成17年度入学生から特別進学クラスが2クラス設置された。また、東部地域の進学校の充実、 かつての名門校の復活を目的に、2014年、平成26年4月、進学アドバンス校に指定、2019年、令和元年5月同じ目的により再指定、さらに2016年、平成28年4月、英語教育推進校を指定校となる。これらの施策の結果、徐々に国公立大学合格者数をはじめとする、進学実績が向上してきている。 1969年に発生した学生運動以来の私服校であったが2006年度から標準服が導入された2016年度入学の71期生から制服が導入された一般入試においては都の共通問題を使用している学生運動以来生徒会はなく行事ごとに有志が集い運営するのが伝統となっている 生徒会のように継続的な運営母体がないため、有志が集まらないと、行事も行われない。東日本旅客鉄道、JR 東日本、地下鉄日比谷線、銀座線上野駅、京成上野駅から、上野公園を横断して、徒歩13分。地下鉄千代田線根津駅からは、徒歩7分に位置する。赤羽、池袋方面から来る生徒は、日暮里駅から、 谷中霊園を通って通学する生徒も多い。かつて京成電鉄博物館動物園駅が本校から徒歩約5分前後の最寄り駅であったが、1997年同駅が利用停止されたため利用できなくなった。本校の校訓は、初代校長、高藤太一郎が大正デモクラシーの精神を組んで定めた簡潔な標語であり、全日制、定時制。 通信性に共通である。この校訓を土台にして、家庭や時代に応じてそれぞれ具体的な教育目標が定められた。通信性家庭の特徴を活かし、生徒のライフスタイルや将来像に応じて、学習支援や進路指導を充実させ、不登校、中途大学などの教育課題の解決を図るとともに、通信性家庭の特徴を積極的に活かすことを、 目的として入学する生徒一人、数との自己実現を図る。そのために、カリキュラムの改善、情報通信技術等を活用した、学校運営等の改善等を図り、時代に即応した新しいタイプの通信制課程の、学校づくりを推進する。この効果は、対象13年、1924年に、第二東京私立中学校として開校した当時に、制定された。 元は3番まであり、現在の2番が3番だったが、旧2番の内容が軍国主義的であったとされ戦後になってか3番はなくなり、旧3番が2番となり、現在に至る。また、作家の森まゆみが地域雑誌、屋根線90号の表紙裏に同効果について以下のように書いた。驚いた。負けた側を称える効果があるなんて、徳川の世に準じて、 新時代の到来に命を捧げた、死生ゆかりの地。どんなに学びの道が険しかろうと、人生波乱万丈であろうと、人愛正義の赤白旗を挙げた、将棋隊のように、人を頼まぬ、惜しい心で行こう。作曲、田村虎造、東京高等師範学校助教授、同様作家、当時本校の音楽教諭、作詞、 藤村作、東京帝国大学名誉教授、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。